はいどうも、波乗りです。マスターリーグ続きやっていきましょう。はい、今回ですけど、UEFA チャンピオンズリーググループステージ第4節ポルト戦、そしてプレミアリーグ第10節マンチェスターユナイテッド戦ですね。この2試合やっていきたいと思います。はい、前回の3試合は1勝もできておりません。1分け2敗ですね。スーパースターにしてからね、これあまりにも点取れないし、ちょっと僕のちょっと度合いに合ってないので、ちょっと下げました。今回から下げます。トッププレイヤーにまた下げます。チャンピオンズリーグ勝つてもね、プレミアリーグはちょっとひどすぎるさすがに。ちょっとまだ早かったかな、僕にスーパースターは。このままいったら本当2部降格しちゃうからね。なので、ちょっとスーパースターに上げるタイミングとしては、チームレベルがちょっと星5になったしようか、星5。今チームレベルどんぐらいなんだろう。星 4.5 ですね。だから 5になったしようか。今のレベルじゃもう無理だからな。CL はいい戦いできてもね、選手たちのレベルがまだね、まあ、90以上で総合値いってる選手もいないし、守備陣もそこまですごいいいわけじゃないんでね。なので、今はちょっとトップレーン下げてね、また戻します。だって今リーグ戦16位ですよ、これ。これはまずいって本当に。得点も取れんからね。デフォー今3点ですよ。デフォーに関しては昨シーズン38点取ってたのに今3点ですからね。これはいかん、本当にダメだ、これは。これはさすがにね、見てる方としてもちょっとやばいので、まあこれトッププレーンすることによってまたね、デフォー多分点取り出すと思うんでね、こっから順位上がると思うよ。やっぱトッププレーンが調子ちょうどいいんですよ、僕にとっては、本当に。まあ今回 CL に関しては今1位ですから、はい。ここで勝っちゃえばポルトに。前回2位ギリギリで勝ちましたからね、ここで勝っちゃえばもうグループステージ突破ですね。まあ本当バイエルンとかってやりたいからね、バイエルン今どうなんだろう。まあ1位か、バイエルン1位ですね。パリは？パリ最下位か。うわ、強いな、グループ F。チェルシーが上がってくるか、チェルシーとちょっとやりたいですね、ダービーで。でもバイエルンですよ、一番倒したいのはバイエルンですから、ね、ここ倒したい。はい、今日ポルト戦のスタメンこれでいこうと思います。マイコンが不調だったんでヤング入れましたね。ちょっと点取れんかな、本当に。まあ、ちょっとトッププレーにしたことによって、これ点取り始めますからね、多分ね。いや、さすがにベッカムいるからといって、やっぱスーパースターはきついか。ベッカムも別になんか決定力ある選手じゃないからな。パス系だもんね。だからきついと思うよ、これは。いくらこの2人が総合値高かろうと、今のキーペアールの現状考えるときついですね、スーパースターはね。いや、もうさすがにスーパースターにして、今季ね、無冠に終わるわけにいかないんで、それはちょっとね、また別の機会にね、ちょっとチャンスがあればやりたいと思います。まあ、ポルトに関しては、ハビオシーバだよね。あいつにいつも決められてるから、あいつにもう本当くっつかなきゃいい。まあ、一応これ勝てばグループステージ突破だからね、本当に。昨シーズンはベスト8で止まってますから、それ以上本当いけると思うよ。まあ、これはトッププレイにするんだから、さすがにね、これね、ダメだよね、さすがに。優勝しないと。トッププレイにしたからには、プレミア優勝とね、CL 優勝、ちょっとここを狙っていきたいと思います。はい。はい、やっていきましょう、ポルト戦。これ勝てばグループステージ突破ですよ、これは。いや、本当よくスーパースターで CL3 連勝もできたと思うよ。やっぱトッププレイヤーがやりやすいですよ。ベッカムから、さあ、パッチーニ、パッチーニ来たー、先制ー、いきなり、パッチーニ、ルッソの代役、素晴らしいベッカムのパスから、この男爆発。ルッソ今ベンチですからね。パッチーニの方が今調子いいんですよ。パッチリとちょっとルッソに競わせたいですね、本当に。現状はちょっとパッチリの方が上って感じです。だから使ってますけど。こっからっすよ。ベッカムのこの左足のパスから。いやーすごいよ。ピンポイントっすよ。素晴らしい。いや、決勝トーナメントに入ってきたら本当ね、スーパースターレベルですからね、相手が。バイエルとかね。やっぱスーパースターだとね、ダメだね。パス全然取れないからね、本当に。このトッププレイヤーだと、この、まあ、立ち位置によってね、全然パスカットできる時あるんですけど、スーパースター全くカットできないから危ない、シュートが来た、ブフォン、ケイ。デンベレ。デンベレ、よし、デンベレ取った。素晴らしい。デフォー。デフォーの切り替え。さあ、デフォー。OK、ジェルビーニョ、ジェルビーニョ。ジェルビーニョのスピード。スピードは粉砕。おい、おお前さ、何すんだよお前。レッド出せ、これ完全間に合わないで来たろ。何回怪我させんのもジェルビーノ、この野郎。ボールに行ってんのか、これ行ってねえよ、これ全然。レッドでいいよお前、バカ野郎、出てけ。ジェルビーノ完全怪我出ましたね、これは。さあ、ベッカムのクロスボールから、ディアラから、さあ、パッチーニ、パッチーニ開いた、パッチーニのクロスボールから、デフォーのイニング、来たー、ベッカム、ベッカム CL 初ゴール、素晴らしい。この男が爆発します、素晴らしい。ベッカムヘディングでゴール。バッチリかリーボール来ましたね。あー、デフォーです。素晴らしいヘディングから、あ、ジェレミーの復帰しましたね、 OK です。やっぱりトップだとこのぐらい差つくよね、これは。変えましょうか、ちょっともういいや、休ませよ。もうプレミアに集中させたいから、みんな3人替えします。ルイス・テイシエラが入って、で、アルビオド前とかに、ジェルビーニョちょっと毛が怖いので、2枚で入れます。オッケー、これでいこう。もうプレミアに集中させますよ。もう散々負けてますからね。やっぱりスーパースターにしちゃうとね、相手の身体的能力上がっちゃうからね、スピードも上がるからね、全部上がるからね、本当に。まあ、ほんと前半戦はもう、あれですね、こっちのハンデですよ。ハンデを与えて、スーパースターにしたことによってハンデですよ。あー、デンベラ足つってる。3人変えちゃったな。申し訳ない、デンベレ。よし、チャンピオンズリーググループステージ突破、素晴らしい。4連勝で突破しました。首位通過決定。さあ、あとは決勝トーナメントでバイエルンですね、本当に。あいつらを倒したい。去年の仮で、本当にもう去年の悲劇が繰り返したくないんでね、あれはもうなしです。いや、ベッカム加わったことで本当にチーム力アップしましたね、これは。やっぱトッププレイヤーがちょうどいいですよ、本当に。
まあ本当トッププレーにしたからには本当 CL 優勝だね。こんぐらい圧倒した試合をね本当見せたいと思う。今後勝ちましたと。アトレティコは、アトレティコ追ってくんな。まあアトレティコとあなたは首位対決だね。これで首位追加できるかって感じですね。これはさあ他のグループ見てみよう。バイエルン、カリアリか。バイエルンですね。あとゼニト、ミッテラン、ヘンク、バルサ、リバプールダメか。でシティ、レアルソシエダ、あとはチェルシー、PSV、ユーベ、レアルですね。ユーベレアルか。ここら辺は面白いですね。来るとでリオン、バーゼルですね。ほんとバイエルンですよ。バイエルンをもう叩きのめす。本当にイルさんからも去年本当にあれがもう脳裏に俺が焼き付いちゃってるからね。あれをもう悪夢を蘇らせないためにもう本当バイエルン倒したいね。決勝トーナメントでジェルビーにやっぱ蹴られましたね。11月中筋肉の炎症ですね。はい、今日のスタメンこれでいこうと思います。エイズ久しぶりに出したの。本当にエイズあの久しぶりにボランチで試します。まあエイズはもう長年やってきたからね。散々ね全然チームにフィットすると思うよ。まあもうリーグ戦も散々負けっぱなしですからね。本当にここで勝っとこう。こっからですよ。ここから連勝街道いけると思うよ。本当にもう視聴者さんからはねもうさすがにお前トップ以内戻したから優勝してるって多分思われると思いますよ。これはあもうそんぐらいの気持ちでありますよ。本当にほんとスーパースターはダメだな。本当レジェンドレベルだな。あれはレジェンドにも勝てんからね。前クラブでもやりましたけどなんかもうダメですからね。まあでも僕もねトッププレーにしたからといって全部勝てるわけじゃないんでね。本当にプレミアでも苦戦してると苦戦してますからね。まあでもその年々苦戦する回数減らしてますから減ってるんでね。こっからだと思うよ。で今日マユに関してはラッシュフォード、メンバー結構変わってんね。アシリコールがいいのか。ゼヘアもまだいますし、マルシャル、ポグバはベンチですね。こっからいけると思うけどね。マユもそんな強くないんでね。これ潰しておきたい。QPR 昨シーズンの一応王者ですから本当に。王者がこんなことしてたらあかんっすからね。はい。マユをちょっとね圧巻できるパフォーマンスしたいと思いますよ。よし、やっていこう。デフォーはもうプレミアで3点しか取ってないですからね、これは。まあ、スーパースターにした影響ですけどね、これは。これから確率増えますよ。こっからデフォーに関しては、昨シーズンのね、38点取れるか。これがハンデですよ。さあ、ラッシュフォード。さあ、来るか。ヘリ、シュートが来た。シェーネから、さあ、ベッカム。いやー、コール。足にコール。足でこれ点数が磨いた男。おー危ない、ラッシュフォード。ディマリア引いてくるな、結構ね。まあ引くのはいいんですけどね。さあベインズ、ベインズのクロス、デフォー、惜しいな。いやーデヘアの壁がすごい。ラッシュフォード、ラッシュフォード。さあ裏、裏来た。まずい。ブッフォン、おいっす、ブッフォン素晴らしい。いやーまずい、それはダメ、それはダメ、それはダメ、まずい、まずい、まずい。ラッシュフォードシュート。さあバッツィーニ、バッツィーニからデフォー、デフォーからディマリア、ディマリア、おバッツィーニ来た、バッツィーニー先制、ユナイテッドから先制、バッツィーニ、ルッソの代役、ルッソからポジションを奪えそうだ、バッツィーニ素晴らしい。いやーちょっとルッソのね本当に生かしどころがないですよね、このバッツィーニ活躍しちゃうと。本当今たまたま中央開けましたね、バッツィーニ。ここたまたまスルーパス出しただけなんですけど、ディマリア、パッツィーニがたまたま言ってた。素晴らしい。ここは来たら、まあ、パッツィーニ決めちゃうね、これは。まあちょっと首位とね、もう10差ぐらい離されてるんで、ここからかなり連勝しないと厳しいですよ。さあ、デフォー。デフォーの右足のクロスから、エイズが来た。おぉ、いいシュートだ。やっぱエイズ上がってくるね。エイズやっぱ2列目からの飛び出し持ってるからね。デフォーはやっぱり、エイズのね、動き分かってますよね。行こう。ベッカム。ベッカムが弾いて、さあ、オッケーオッケー、よし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 。さあ、デフォー、オフサイドはない。デフォー、デフォーの左足、2点目。デフォー、今シーズン4点目か、素晴らしい。こっからですよ、デフォーは。ここから爆発しますよ。相手のミスからですね、これは。これはデフォーの得点力には逆らえない、素晴らしい左足。よし、メンバー変えましょう。今日ベッカム変えていいね。伝えてあげましょう、久しぶりに。パッチリ調子いいんだよね。ロビーの左で行こうか。ちょっとフェルメーレン疲れてるので、アルビオル入れます。よし、マイコン奪った。マイコンからクロス入ってきて、シュートが来たー、デフォー今シーズン5点目デフォー。マイコンが奪い返してから、素晴らしい。マンチェスターに3対0。いやー、このマイコンの奪い返しからですよ。デフォーオーバーヘッドだからね。このアクロバティックなシュート。よし、3対0。マンチェスター下しました。久しぶりの勝利。こっから連勝回抜いてプレミア優勝できる可能性を広げたい。トップレアにしたら僕こんぐらいできますよ、普通に。メンバーのレベルがレベルなんでね。こっからちょっと連覇目指したいですね。前半戦のスーパースターのレベルはハンデということで、こっからです、こっから。3対0で勝ちましたと。まだ10節だからね。あと20試合ぐらい残ってるからね。15位もなかってきました。で、チェルシーとの勝ち点差10差ですね。こっから十分ね、上がれますよ、十分。まあちょっとシティとの差が結構開いてますからね、8差だからね。シティのレベルまで行けば全然いけますよ、QPR。ジェルビリオン、怪我から復帰、そしてペドロがエバートからフォア来たか。ペドロ安いよね。なんでこんないつも安いんだろうね。もっと高いはずなんですけどね。はい、ということで CL ね、見事突破決まりました。まあちょっとスーパースターはダメでしたね、本当に。
心折れましたわ。あれはダメだって本当に。まあ、でも CL も優勝したらさすがにスーパースターにしていいと思いますけどね。まあまだ優勝できるって決まったわけじゃないんでね。こっからですよ CL は。でまあ次回なんですけども、次回どうしようかな。シティはやんなくていいか。シティやんなくていいや。どうせ多分勝てると思うから、次回やるのはちょっとチェルシー戦かな。チェルシー戦やろうと思います。チェルシー戦とトッテナム戦、ここやっていきたいと思う。でおそらくですね、もしですけどここに移籍期間始まってから何かしらね、また前回みたいに昨シーズンみたいな動きがあれば、契約更新とかね、そこら辺の動きがちょっと頻繁にあるようでしたらここ動画にします。だからアーセナル戦も動画にするかもしれないですね。アーセナル20位なの、やばいね。アーセナル、まあ多分これ以上多分獲得する選手いないと思うんですけどね。だから多分次回はチェルシー戦からになると思います。もう相当飛ばしますよ僕次。でも決勝トーナメント相手がどこになるかだよね。1回戦ここまでにもリーグ戦プレミアね、優勝争いできるような位置までまあ持ってって、そっからっすよね。そっから CL どこまで勝ち上がれるかって感じですね。まあもう年々 QPR のレベルアップしてますから、もう CL はね十分狙えるレベルまで達してますからね。なのでプレミアと CL この両方ねちょっと取れる体制ね、この2月24日までにちょっとね体制整えていきたいと思っております。はい、ってな感じで今回ここまでご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。 See you.